宮博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博士です。モス小野大輔です。先週は盛大な放送800話をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。はい、そんな中小野くんはサウナ行ってきたんだって。おっと、なんかもう眠くてしょうがねえっつってんじゃねえよ。そんなことないよ、元気元気。だってなんかマッサージも受けてきたんでしょ。はい、もうフルコースよねえ。おうおうおう。でなんか今日は僕が買ってくるお稲荷を期待してさ、そうだよ、アホ面してやってきたらお稲荷がねえっつって怒り出してさ。そうだよ、びっくりしちゃって。なんで今日ないの。今日はねえよ。だって売ってなかったんだもん。セブンイレブンにもローソンにもなかったんだもん。売り切れ、売り切れてたんだよ、お稲荷さんがこの時期に。なんだそれ、分かんない、なんでだろう。2軒回ってなかったんだよ。だから買ってこない。それはありがたい話だけどね、うん、いや僕は今日だからもう整ってきたわけです、うん、サウナ行ってマッサージも受けて、はいはい、これはもう最後ここで食事をとって終わろうと思ってたんですよ、うん、いやその後ラジオあんだわ。こっちはね合うかなと思ってコンビニで冷たいスープまで買ってきてね、うんうん、準備してきたのにお稲荷ないでやんの。ないね。これはもうなんかそれやる気はなくなりますね。やる気ないですか。ちょっとね。あ、そうですか。ちょっとから元気でしたけど、うん、オープニングは先ほどは、はい、ええ、いやーちょっとテンション下がりましたね。え、なんかそれテンション下がったのはお稲荷がないからなの、それともあとね、すっげーまずいパンをね、うん、まずいパンを諏訪さんに、うん、あの無理やりなんかこうお見舞いされた。まあご馳走してもらってね、よかったよね、ご馳走された。だってお稲荷がねえっつってさ、なんか不満を言ってるからさ、厚生省が気を利かして買いに行ってもらったんじゃんよ、高橋くんに。すんげえんだよ、だってセメダインの匂いすんだよ。セメダインが匂い、セメダインの匂いするパンなんてないから、そんなものは。あるんだ、そんなものはこの世に存在しないから。びっくりしちゃって、どこで買ってきたのかっていうぐらい普通に売ってるもんだから。だってプラモ作ってる時の匂いすんだもん。小野さん、そんなものはこの世に存在しませんから。美味しかったでしょ。だから、うん、何その、うん、その目で圧力かけてきてるけど、うん、美味しくなかったです。あ、美味しくなかったですか。ちょっと、まあ、それはまあ個人差ありますからね。だから目が覚めたよ、それで。あ、そうですか、うんうん、それは美味しくなかったから。まあ先週はですね、その800話で8通ねメールを読もうと思ったんですけれども。あ、そうでしたね。まあ7通しか読めないというね、失態をしでかしました。やったにゃ、もう本当無理ですよ。だいたいそもそもね、1週間のうちに1通か2通しか読まないわけですから、うん、だから1ヶ月分の力を使ったんです先週。うわ、それは疲れますよ。そりゃヘトヘトだね、確かにね。なんで、うん、ちょっとなんか今週はぼんやりした感じでねやってますけど。801回目は2人ともぼんやりぼんやりしてますよ、しているという。はいはいはい、はい、なんで今日はね、ぼんやりした感じで、お届けさせていただきま す,、うん、すということで、僕とあなたの物語ディアガール、あれ、あ、ディアガールストーリーズ、ねえっつってぼんやり第801話。うんうん、俺今日サウナ入ってからこう来ました。なんでさ、それをさ、うん、最初に話しちゃうの。そうだね、タイトルになってんのにさ。あー、ぼんやりしてる、話しちゃダメだよ。ごめんなさい。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博士です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いた普通を紹介しますよ。あ、読むぞ、ねっつって、こちらディアネームセロリさんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは。はい、どうも。神谷さん、何、裏道お兄さん、スペシャルイベント、うん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。私は昼の部と夜の部を配信で拝見させていただきました。両方と見たんですね。司会の、司会の鷲見さんもおっしゃられていましたが、鷲見さん、それどうやら違うイベントだな。鷲見さん、鷲ザキではなく鷲見さんもおっしゃられていましたが、うんうん、一言で言えば面白みのある学級崩壊といったイベントで、ずっと笑いながら見させていただきましたと、うんうん、印象に残っているのが宮野さんが企画が終わるたびにもう終わるの、いや楽しかったなを連呼していたところです。神谷さんも楽しかったなぁとつぶやいているのを聞いて、本当に裏道お兄さんの声優さんがこのメンバーでよかったなぁとつくづく思いました。10月に発売される裏道お兄さんの特装版についてくるドラマ CD には猫と役の小野さんも出演されるとのことで楽しみにしております。
ということでいただいておりますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、小野さんもね、出演していることのおなじみの裏道お兄さんなんですけれども、7月にイベントを行いまして、いやまあ僕筆頭にですね、マモちゃん、杉田くん、中村くん、そして奈々ちゃん、水木奈々ちゃん、はいはいはい、で MC がですね、鷲見さんこと鷲崎たけし、あ、鷲崎さんかやっぱり、はいはい、で構成が諏訪勝っていうですね、もうゴリゴリのめちゃくちゃホームじゃん、ゴリゴリのイベントだったんですよ。ゴリゴリだね。はい、あのマジゴリゴリのイベントすぎて、なんていうんだろう、バラエティ校舎しかいないね、っていうんですかね。だからもう最近は奈々ちゃんももう周りに水木さん水木さんなんていう風に言われてね、奈々ちゃんなんて呼ばれることはなかった中、もうステージ上では奈々ちゃんって言って散々なんかエロい話して下ネタで盛り上がった後に、で奈々ちゃんどう思うって聞くっていう、地獄のような、っていう時間が繰り広げられまして、はい、もうゴリゴリだったんで、でマモちゃんがねもうずっとどうかしてたんですよ。もう楽しすぎて、おおいいじゃないいいじゃない、で最初に ABC 体操ってまあ、裏道のアニメのオープニング主題歌を2人で歌ってくれていたんですけれども、2人が全く同じ付けを、振り付けされているあのはずなんですけど、全く違う動きに見えるっていう、なぜだろう、マモちゃんが頑張りすぎているから、あの大きな体でだよ。そうなんですよ。なんか自分なりのこう解釈をしてですね、アレンジを加えてですね、なんかこう動きがそうもうくどくなっちゃってて、全く違う動きに見えるんですけど、同じ振り付けだって後で聞いて嘘だろうと思ったんですよ。それぐらいマモちゃんがずっとですね、どうかしてたんですよ。マモちゃんが分回るとね、そのイベントはそりゃ面白くなるよ、はい、超楽しかったですね。面白みのある学級崩壊と言っていたと、はい、久しぶりでした。だからそういった意味では、まあ、マモちゃんとは別な作品でもあったりとかして、ステージを共有することもあったりとか、まあ、作品だったりとかでインタビューを受けたりとかっていうことも結構あったんで、最近マモちゃんはすごいちゃんとしてるんですよ。ちゃんとしている、ちゃんとしてます。その心は、いやもう本当にやっぱりこう周りからどういうふうに見られているか、どういうコメントを求められているかっていうことをちゃんと考えた上で発言できるようになってるわけですよ。なるほど、ね、だから十数年前の機動戦士ガンダムダブルをやってた頃のマモちゃんとはもう違うんですよ。その頃はだってあれも主役じゃないのよ。はいはい、あの時はもう本当にあの悪の限りを尽くしていたので、おいどういうこと、もうイベントではしゃぎ倒して、はしゃぎ倒して、もう入野美優を悪いいじり方して あいつの性格をぶん曲げるっていうその影響なのかい。そうですよ、美優くんが、もうあの美優くんがああいう風になっちゃったのは、機動戦士ガンダムダブローの時に散々マモちゃんがいじり倒して、ああいう風になっちゃったんですけど、まあ半分僕もいじりましたけど、なんかそういう感覚だったんです僕は。はいはいはい、僕はもう昔からああいう感じだから、今でもそうじゃん、ただマモちゃんはやっぱり最近こう求められるものが変わってきて、ちゃんとしているわけですよ。で偉いなと思ってたんですけど、そうなんだ、はい、久しぶりにあのガンダムダブローの頃のもう本当にデタラメなマモちゃんが帰ってきまして、帰ってきた、あの頃の、あの頃の悪魔マモが、悪魔モが、悪魔マモっていうか、もう楽しいっていうことを全面的に押し出して、もうはしゃぎ倒すマモちゃんが帰ってきまして、それね、それで思い出したことがあるんだけど、はいはい、昔ね、009 の、はいはい、そのリ・サイボーグって映画の作品で舞台挨拶を一緒に出たことがあって、はいはい、マモちゃんと、マモちゃんがその悪魔マモの方が出てきてて舞台挨拶で、でも舞台挨拶ってちゃんとしたことを言うじゃないですか。あ、まあそれはそうでしょうね、基本は、はいはいはい、ずっとふざけてて、はい、で、能力をすぐ使うんですよ、うん、カツカツワチキってすぐ舞台挨拶なのにすぐ発動してて、でそれに付随して僕の、 あのジェットリングという役は、002ですね、あの飛ぶことが能力なんですよ、はいはい、飛行って、マモちゃんがやっぱりね、飛んでよ、飛行してよって飛行ってやってたんですよ、うん、そしたらあの僕だけふざけてるようにマスコミ舞台レポートで舞台挨拶レポートで、はいはい、で大川徹にたしなめられるって書いてる多分そういういろんな経験をしてそこだけ切り取られちゃった。そういういろんな経験をしてマモちゃんはちゃんとしなきゃいけない時はちゃんとしようっていう能力を身につけたわけですよ。やっとか、はい、よかったよ、はい、だからここ最近は割とちゃんとしてる
ママちゃんと一緒になることあったんですよ。おお、なるほど、ね。久しぶりにもうふざけてるママちゃんと、そっか、はい、仕事しまして、ね、うん、まあ2公演あったんですけど、ずっと楽しかったですね。いいね。はい。その時は中村くんとか杉田くん。中村くんも悪かったですけど、一番普通なのは杉田くんでした。え、ちゃんとしてました杉田。うわー、珍しい。僕らがもうずっとふざけてたんで、うわ、大人たちがね、はい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 、そんな中で杉田くんが杉田くんはまあ一人ちゃんとしてましたけど、ちゃんとしてたの。うわ、まあ、杉田くんらしさももちろんありましたけどね、いやもう聞くからにむちゃくちゃ楽しそうなイベントでしたね。まあ、むちゃくちゃ楽しかったですね。うん、ね、はい。いいの。まあね、第9巻が今後発売になって、うん、そちらの方にはね、小野くんも参加しているドラマ CD が、はい、ついてきたりするんで、収録してきましたよ。まだまだ裏道お兄さんの方は続いておりますんで、うん、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。というわけで引き続き皆様からのふつふつお待ちしています。続いてアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アルバロースマホワイプルサンデジュリーパコーパコーパコメンがスーパーコー8月26日金曜日からの3 days 3日間最初のスーパーマーセンで開催。イエーイ、埼玉スーパーアリーナで開催。ただいま何目のマックスにて何様2022テーマソングスパーコーパコパコスパーコパコメンスパーコが配信中。4人で歌ってます、スパークルのメンバーが。そうでしょうな、そうでしょうな。アニ様2022のチケット詳細についてはそうなの。嘘です。アニ様公式サイトをチェックしてください。イエーイ、イエーイ。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガーレはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は高水スワと内田社長のブロマガも配信。チャンネル登録よろしくね。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム富士さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。富士のお便り。お二人はプレデターはワン派ですかツー派ですか。私は都会育ちということもあってちょっとツー派です。プレデターね。小野さんどうですか。プレデター、いやどっちもあんまりプレデタりますか。プレデタりませんか。いやいや、そんな選択肢なの。いや、プレデタった覚えがあんまない。でもないですか。ワンは見た気がする。あ、プレデタりましたか。プレ、ちょっと待ってね。へ、シガニーウィーバー出てる。シガニーウィーバーはですね、多分エイリアン、ね、エイリアンだ、僕もなんかね、エイリアン VS プレデター的な印象はあるんですよ。あるね、確かに。ゲームにもなってたんで、カプコンがあのベルトスクロールのアクションゲームを出したんで、あれ面白かった。俺もやった、はい、うんうんうん、あれの印象はすごい強いんですけど、プレデターってどういう話。プレデターは多分ね、うん、僕ね見てないっす。見てない。見てないっす。あ、だプレデタってないっす僕。プレデタってないんだ。でもなんか見た目だけはわかるね。なんかソバージュみたいな、うん。そうだね、うん。あれがプレデターなんでしょ。なんか殺戮しに来るんでしょ。うん、確か。うん、あ、そう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 。ね、何シュワルツェネッガー主演なの？シュワちゃんだ。でシュワちゃんがプレデターとクンズホグレツなの？クンズホグレツ。クンズホグレツ。プレデタってんの？うん。うん、ノーシガニーウィーバーなんでしょ？うんうん、あ、ノーシガニーウィーバーか。ノーシガニーです。それはエイリアンだから。うん、あ、間違った。あんまり詳しくないですよね、だからね。あ、そうですか。うん、よし、じゃあ今日はね、いろんな映画のシリーズのどれか派を、どっちか派を白黒はっきりさせよう、うん、っていう、なんかもうね、だらっと映画の話をするっていう、うん、それでいいの。ええ、まあ、ちょっと前にさ、なんかほら TikTok のやつで映画の話とかしたじゃん。あ、してたね、うん、あれの長い版です。、ええ、普通のトーク、映画トークなんだね今日は。そう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 、まあ、で今日は、ね、そういう緩い感じだからね。そう、その時にバックトゥザフューチャーはすごい好きですみたいな話をしたじゃないですか。してたね。バックトゥザフューチャー1、2、3どれ派。1、
やっぱワンだよね。ワンでしょ。ワンだと思う。ワン一択だよ。ワンツーの流れは本当に素晴らしい、うん、もう最高のエンタメ作品だと思う。映像が浮かぶもんだって。ワンが一番やっぱり、うん、時計台バリバリでしょ。そう毒がね、はい、うん、あのシーンがやっぱ象徴的だものね。もう本当に最後のラストカットのさ、うん、この道じゃ140キロ出せないよ、道未来に道など必要ないさって言って、デロリアンがあの飛んでいくところで To be continued っていう風になる、あのもう下りとかも最高ですよね。うわよく覚えてるね。本当に好き。バックトゥザフューチャー。バックトゥザフューチャー。あれスケボー乗るのはワンだよ。あでも2でも乗ってるけどね。2も乗ってるよね、うん、だから2のイメージってスケボーが飛んでたなぐらいしかあんま思ってないんだ俺。1と2はもう完全に繋がった話なので、うんうん、確かに、うん、だった気がする。でも1を作ってる時に2のことって何も考えずに作ってるはずだから、すごいよね。よくあれで整合性を出して 1,2,3 作ったよね。2と3は同時期に作ってるはずなんで。なるほどな。あまあだから本当に1の完成度っていうか素晴らしいですよね。うん、3は急に西部劇になるんでね。なんか機関車が3って西部劇なの。そう、最終的になんか機関車をデロリアン、デロリアンを機関車に改造してなんかタイムスリップしてた。なんで機関車にしちゃったの。だからほら西部劇だから。あれがかっこいいのに。え西部劇だから、うん、合わせたの。西部開拓史時代にタイムスリップしちゃった毒を助けに行くみたいな話じゃなかったっけ確か3は。そんな話でした。やっぱ詳しいね、神谷さんね。マッドマックスはワンツーサンダードーム怒りのデスロードどれっていうね。これはもう記憶がね一番新鮮な怒りのデスロードですよ。まああの散々この番組ではもう怒りのデスロードをこすり倒してますからね。タイアップしてんのかと思った。タイアップっていうか、なんだったら DVD を送っていただくからね。なんかそうそうメーカーさんがなんかあまりにも僕らが怒りのデスロードの話をしていたら送ってくれるっていう、本当になんか申し訳ない気持ちになります。申し訳ない気持ち。やっぱ印象強いですね。印象強いですよ。だって普通にだって見に行った上に僕はあのメタルケースのボックス買いましたもん、うん、メタルケースだったの、うん、ボックスが。へえ、うん、そんな仕様だったんだ、はい、で僕がサンダードームのことはあんまり面白くないっていう風に言ったら、はいはいはい、あのフリアシンがすげえあれはこうだっていう風に、うんうん、あれはいい映画だっていうようなことをなんか飲みに行った時言ってなかったっけ。当番組の作詞家。そう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 。フリアシン。そう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 、なんか言ってた気がするな。そうなんだよね、映画大好きだからね。あサンダードームって、うん、あれバイクがティナターナが出てくるやつ、バイクがぐるぐるするやつ。そうなんかよくわかんないけども、ね、サンダードームって言われている、うん、鉄でできた檻みたいなあの丸っこい檻の中に閉じ込められて、あの丸っこい檻だ、うん、そうハーネスつけられて上から吊り下げられて、うん、その中で戦うっていうよくわからないやつ。そうだね、よくわからない。ルールもなんかよくわからなかったよ。ビョンビョンしながら戦ってたよ。やっぱビュンビュンすんだね。ビュンビュンしてたね。うん、サンダードームは僕もそのイメージしかないな。それしかない、ね。ティナターナーが最後なんかもう悪いやつは基本的にあのマッドマックスで殺すんですけど、まあそうかも相手がまあボスっていうか悪いやつっていうか、うん、まあその時の一番ねあのメインの役がティナターナーさんだって殺すわけにもいかず。役者合わせ。いやそうそうそう。なんとなくなんかこうね仲違いっていうか喧嘩ばかりして、はいはいはい、最終的にあんたいい男だねって言って。なんかもうおーっていう、うんうんっていう。どれが一番好きなんですか。あやっぱり2ですね。2と怒りのデスロードはいいですね。そっか、1のオープニングはもうすごい好きですけどね。へえ。最初のナイトライダーが出てくるくだりは大好きですね。おあそこだけはみんな見てください、ね、あそこだけはあそこだけ始まって10分ぐらいですから見てください。マットマックスは面白いよ、元気になれるもんね。刑事物語、急に古くなったというか邦画になったね。刑事物語か。ワンツーリンゴの歌、潮騒の歌、黒潮の歌、山彦の歌と5作目までいったね。5作目までありますね。それはもう黒潮の歌でしょ。まあそう ね、なぜかこれすごい人気ですよね、うんやっぱこう唇を噛みしめてお聞きたくなりますよね。唇を噛みしめて、いい加減なやつじゃけんお聞きたくなるよね。ほっといてくれんさーお聞きたくなるよね。歌いいんだよねやっぱな。大好きです。哲也さんのね、はい、やっぱりね。吉田拓郎さんですよねあれね。あそうかそうか、はい、あれ吉田拓郎さんの歌だ。そうだからね、広島弁なんですよ。だから実はあれ、ああそうだそうだ、はい、あれはそっか、拓郎さんが歌ってるのか。拓郎さんが歌ってて、うん、広島弁の歌なんですけれども、うんうんうん、でもそれをまあ、九州出身の博多弁というかよりのニュアンスに聞こえるんですけど混ざっちゃって、その人たちがねこう全国をそうだね津々浦々、回るっていうね、はい、
いやこれどれが一番ってなんか選びづらくない？まあでもやっぱり3がとてもね皆さんの中にもね印象残ってるんじゃないですかね。3、潮騒の歌、はい、3、うんうん、まあ2、2、3ですか。僕1好きですけどね。おお、ハンガーヌンチャクにしたのって3じゃない？それ3か多分。もうねこの辺ね記憶曖昧なんですよ、うん、僕あの刑事物語のあのボックスを持ってるんですけど、うんうんうん、オッキーに貸したまま帰ってこないんでボックス買ってたんだ。買ってますねあそう、えこれじゃない木のやつは3なのかな。木じゃないやつだ、木の方がね、うん、やっぱヌンチャクにしやすかったみたいで。それはそうでしょうね、うん、ハンガーヌンチャクは真似したな。小野さんはなんかそういうシリーズもの映画って、うん、あのちゃんと見てるのとかあるんですか。ちゃんと見てるのは僕ジャッキーチェンだね。ジャッキーチェンですか。ジャッキーチェンは何が好きですか。映画キーはやっぱりでもポリスストーリーか、はい、プロジェクト A かな。まあいいですねその両方ともね。両方ともね、やっぱあのポリスストーリーに関してはなんて言うんだろうな、こうあのスタントがすごい、はい、うん、ビルの上走ったりとかね、まあ、毎回スタントすごいですけどね、うん、スタントすごいですけどね、やっぱ現代版じゃないですかやっぱポリスストーリーってどっちかっていうと、はい、でそこが楽しめるのがその現代っぽいスタントが楽しめるのが、ポリスストーリーシリーズだとしたらプロジェクト A はもう王道よね。そうだね、うん、やっぱでどっちも NG シーンあるんだけど、はい、やっぱ最後の NG シーンのあの時計台からのあれはやべえもん、ね、あれもうマジ NG だからね。そう落ちるシーンね、事故だからあれ、ね、ジャッキー首から落ちて骨折ってますからねそうなんだ、だから首の骨折っちゃってるからね。あのジャッキーは何回か整形をしてるって話があって、うん、それはでも整えるだけかためじゃなくて治すために整形をしてるっていう逸話があるぐらいで、本当にエンターテイナーですよあの人は。エンターテイナーですよ。さっき聞いたらなんかあれだってね、あの DGS のムービー2、うん、はいはい、の時にあの時計台のシーンやろうとしてたらしい、ま、時計台のレプリカは確かに香港にあるんですけどあれ見に行きましたっけ。僕ら見に行ってないんだよね。行ってないか、やらされてたかもしれないのあれその後なんか僕ヨッチンと2人で、うん、あのホビーショーみたいなので香港に行った時に見に行ったんですよ、あこれがそうなんだなんつって、まあ、レプリカだったんですけど、うん、相当高いぜ。10メートル以上あるよねあれね。すごかったですね。何をさせようとしてるんだよってちなみにそのほら香港にさ、うん、我々行った時にさ、うん、なぜか小野くんが iPad にシンポリスストーリーをダウンロードしてきてて、うん、あそうシンね、うん、新しい本、ね、で、うん、ポリスストーリーじゃねえんだと思ってシンポリスストーリーを2人してこう、ね、そう、うん、字幕版で見ながらその字幕を適当に吹き替えしながら商品の中でそんな話じゃねえんじゃねえってそんなことをやってたからね、あれ面白かったですけどね。あそうこの中でねいっぱい釣られてるやつね、あの仲間がね、あのシーンすごいシンポリストーリーは真面目な話だから、うん、全然そのギャグの要素とかコメディの要素一切ないんだけど超シリアスなんだ。そうそう、でもあの吹き替えを僕らが適当に何やってんのお前らみたいなふざけた石丸さんのモノマネでやったなこの野郎お前こそやったなこの野郎やってたね。それは楽しかったですけどね。いやでもジャッキーは好きだねずっと。あなるほどね、うん、まあ、映画の話はつきませんが、はい、ということでディアネーム富士さん、この話まだまだできそうなんで続きは裏談話室でやります。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニマルミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信します。アップルマンゴーさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。見ないでよ、ちょ私の見ないでよ。なんだこれ。あのタイトスカートを履いてデロリアンにまたがろうとするというセリフで、これ僕言ったんでしたっけ。両方言ってますよ。あ両方言ってますか。あ、まあ、言ってます言ってます。引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエストを待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いや800回を超えてですよ、うん、急にこう緊張の糸が切れたのか、そうだね、ダラダラした放送をやってしまいましたけれども、よかったね。しかし今回の企画のさ、話してる内容がさ、映画がみんな古いやつだから、うん、30代でも刺さんないかもしんねえぞこれ。本当だ、40代ぐらいじゃないと刺さんねえぞこれ。やば、うん、
40代以上に向けてんだじゃあ、うん、ずっとこの番組。そうだよ。いやダメだそれ。ちなみにだってさ他にさ、うん、台本に書いてあったさ映画のさ、はい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 、ネタがさ男は辛いよ全50作品だとどれが好きと日本の一番長い日は1967年版2015年版どっちが好きっていう、うん、そういうやつだから生まれてねえからだって67年は俺、うん、まあ、男は辛いよはまあね好きですけどね日本の一番長い日は僕は1967年版が好きですね。番組で皆さんからのメッセージを待ちしております。おはがきなすがこちら郵便番号105-8000文化放送神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズそれぞれの仮です。メールアドレスはこちらすべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニマルミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるのでぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということでここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第802話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。立ち会う思い出に今から